手に持ってるのは何ですか？メイクブラシのすり組み。はい。どうやってするんですか、それは。魚釣る。すりブラシのキャラクターを竿で釣るの。そうなんかな。知らんけど。なんか後ろになんかデザインが12種類、うん、あるんだね。そうで、うん、シークレットとデザインが一緒になる。何が当たってほしいんですかね。レコードが入ってるやつですね。何が出るでしょうか。いただきます。いないね。猫が。何だった。タピオカしかいない。タピオカってことは、どれだった。これか。多分ちょっと貸して。猫アームが欲しかった。うん。じゃあまた今度は自分で選んでください。それメイクとかあんねんて。うん。それママが選んだんで。ママがやった。ダメだね。うん、悪いもんね。うん、はい。では開けて食べます。はい。じゃあ切らないように釣り上げてくださいね。スタート部分のグミを持って釣り上げよう。さあ切らないでいきますか、ね。これもダメ。ダメでしょそれ。おお、いけましたね。余裕。これを持ち上げようと思って。何を持ち上げる。袋を持ち上げようと思ってんの。はい。でも食べます。どうやって食べんの。いただきます。グレープと、グレープ&オレンジやったっけ、うん、でこの赤いところがグレープで、ああなるほど、この黄色いところがオレンジ。美味しい。グミあんまり好きじゃないけど大丈夫。これはいける。これ美味しい。すごい伸びるから食べにくい。そうでしょうね。なんかロープグミみたいだね。の韓国とかで流行ってた。オレンジいきます。オレンジの方が欲しい。めっちゃ好みだけど、でもスミク食べます。タピオカじゃん。ハートみたいに見える。タピオカはいかが。グレープ。でかいよね。うん、結構ね。でも簡単に釣れたね。